ストライクゾーンとは、野球において、打者が投球を自然体で、バットに当てることのできる範囲を示す。ストライクゾーンの説明。打者は一郎。公認野球規則では、ストライクゾーンを、打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、膝頭の下部のラインを下限とする本類上の空間を言う。 このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。と定めている。この空間は、すなわち、本類の形を底面とした合格中と考えればよい。球審は、この空間を通過したと判定した投球を打者が、打たなかった場合はストライクを通過していないと判定した場合はボールを宣告する。実際の試合においては、 等級を判定定するるの裁量で決定される当然ながら、現実にストライクゾーンの枠や線が設けられているわけではないので、公認野球規則に示されている基準と球審の判断との間に誤差が生じたり、球審を担当する者の間に個人差が生じたりすることも当然あり得る。公認野球規則の現象であるオフィシャルベースボールルールズにおいては、 The Strike Zone is that area over home plate と書かれている。2000年シドニーオリンピックや IWF ワールドカップ、世界大学野球選手権大会などでも審判員を務めた経験のある小山勝人によれば、エリアとは、おおむねこの周辺という意味で、つまり、打者が自然体で打てる範囲がストライクという、かなりアバウトな考え方であって、審判員が、そこは打てるだろう、打ってよ。 とジャッジした場合は、ストライクコールが可能だとしている。平林学らによると、2000年以前は、打者がガンガン打っていくスタイルを好む MLB では、日本プロ野球より、ストライクゾーンが、外角に、ボール一個分広いと言われていたが、2001年度から、クエステックシステムが導入されたこともあり、2008年現在では、ルールブック通りのストライクゾーンを適用しているという。これは、 同システムによって、ジャッジの成否を一級ずつ査定されるようになったからで、あるとされており、それゆえにそう広く取ることはできず、実際1990年代と比較するとだいぶ狭くなっている。とはいえ、完全に確一化されたわけではなく、依然として、外側をよく取る球審がいることもまた事実である。特にラズディアズ、ジムウルフ、ジェフ・ネルソンらは、ストライクゾーンが広く、 投手有利な球審として広く知られている。また、ピ・チフ・ X が導入された2006年以降はストライクゾーンが拡大し続けており、特に低めのゾーンが広くなっていることが報告されている。一方、教育、育成の場でもあるマイナーではかなり項目にストライクを取っていく傾向がある。日本プロ野球においても、それまではベルト付近が上限だった。 ストライクゾーンを2002年に公認野球規則の通りに改めたが翌年には見直される。パリーグでは2007年度から外角にボール1個半広がった新しいストライクゾーンを採用した。交流戦によって違うリーグの審判の判定を受けるケースが多くなり、選手からセントラルリーグと比べてストライクゾーンが狭いという意見が出たためである。また、 オリンピックなどの国際大会において、日本独自のやり方や解釈は通用しなくなっており、国際基準を視野に入れながら思考、行動する必要があるという日本、野球規則委員会の判断から、ストライクゾーンも含め、様々な面で野球規則適用上の解釈の修正が行われている。ただし、前述の小山勝人によると、外国人ジャッジのゾーンが広いとは指して思えず、 むしろ狭いと感じることすらある、そもそもゾーンの広さが話題に上がるのは日本だけで海外ではまずありえないと言う。また、視点を翻して外国人ジャッジから日本選手を見た場合、正直評判は芳しくないとも述べている。その理由として日本人保守はボールをストライクに見せかけようとしてミットを頻繁に動かしたり逆に際どいコースをボール判定されたとき、 無言の抗議として、しばらく動かないことがよく見受けられるが、そのような行いは、海外では審判員に対する侮辱行為と、解釈されている、心象を悪くするだけでメリットは何一つない。さらに日本は、試合時間が長すぎることもネックだと説いている。なお、ジャッジの正確さという点では、NPB が一番ではないか、とも付け足している。ランディバースは引退後に、 実は MLB にもそういう差別はあるんだ。メジャーでも1年目の選手のストライクゾーンは広いけど、だんだん実績を積んで、スタープレイヤーになっていけば、ゾーンは狭くなっていく。新人だったら、ストライクだけど、あのテッドウィリアムズが見逃したら、ボールっていうことなんだと差別的判定について、語りつつ、1年目とか2年目はワイドだったね。でも、 85年に打ち出してからはだんだんとストライクゾーンがコンパクトになっていったと自身も実績を積んで有利な判定を受けられるようになったと実体験を述べている。球審は打者が投球を打つための姿勢を基準にストライクゾーンを判断する。日本野球規則委員会が公認野球規則本規則における用語の定義74ストライク、ストライクに加えた中では 投球を待つ打者がいつもと異なった打撃姿勢をとってストライクゾーンを小さく見せるためにかがんだりしても球審はこれを無視してその打者が投球を打つ姿勢に従ってストライクゾーンを決定するとしている。すなわちどんなにかがんで構えたとしてもあるいは低い姿勢でバントの構えを取っていても球審は打者が通常の打撃姿勢で構えた時の姿勢を基準にして 投球判定を行うので、構え方によって、ストライクゾーンが大きくなったり、小さくなったりすることはない。しかしながら、ストライクゾーンは、打者の体格を基準とするので、打者の身長や体格等による、個人差はある。1951年、メジャーリーグにおいて、小人賞のエディゲーデルという109センチメートルの、選手が代打として出場した。保守は両膝を地面につけ、 できる限り低く構えたが、投球はゲーデルのストライクゾーンを通過しなかった。ゲーデルはストレートの子球で出塁し、その直後にダイソーに交代した。ストライクゾーンは前述の通り、ユニフォームのパンツの上部を基準としている。原則として、着こなしはルールに定触しない限り、自由であるものの丈の長いパンツを用いることで、個身も生じやすいと見ているコラムニストや審判もいる。 1950年代には、ビル・スチュアートという審判が、ストッキングを膝下まで上げてもらえないだろうかと要望書を出した事例も存在している。こういった例を挙げ、木本博史は、一郎選手のように、短い丈のパンツを履くことによって、誤診も少なくなり、それによって、投手も低めに投げやすくなるとした上で、短い丈のパンツの選手は不利だと結論づけている。 以上の意味より転じて、異性や趣味などの好みの範囲を指す場合にも使われる。最近では漫才やギャグなどの笑いの壺の範囲に用いられることもある。ありがとうございます。